ちゃんの方はやっぱり攻撃するから、先週来てからやっぱり一気に病院来ると体重が一気に下がるんですよね。3日目ぐらいから130だったね、この間。そうなんです。それがいきなり116とか、ほんで今106しかないので。ごめんなさいね、本当にこれダメだね。この子はね、もうザ・おかみですね。ザ・おかみ。ほんで元気はまあそこそこあるんですね。元気はありますね。あの毎日触ってとか外出してとか、でも食べるのがガクッと減るんだよね。ガクッと減るんですよ。だからもう今ちょっと本当にスリムになりますよね、一気に。胸の脂肪も取れて。でもまだ減ってってるんだよね。そうですね。で、あ、ただね、106以上落ちてないので多分これが最低ラインですね。これから増えてきますかね。大概病院に来ると戻るまで2週間ぐらいかかるんですよ。今までのデータを取ると。あ、ほんでそうかそうか、この子あれだね。あ、羽どうなってます？で、毎日見たらよくわかんないので3日ぐらい間隔でやったら、うんうん、最初これだったんですけど、そうですね、なんかちょこっとなんか生えてないところが少なくなってきた。つくつくが3日後ぐらいに出てきて。いいね。いや、この日に娘と相談したら、うん、メメじゃないかっていうふうに言い出して。メメは包丁してる、うん、ああ私は包丁。でもさ、はい、それだとさ、こんな内側じゃなくてさ、はい、こういうところの方じゃない？そう、もし攻撃されるんだったらわざわざ羽広げてるとここはやらないですよ。やらないですかね。やらせないね、さすがに。攻撃されてる、もうされる。あ、いえ、メメが抜いてるんじゃなくて、自分で。あ、自分でね。自分でこうやってやってるので、ここら辺を。で、昨日の段階で、なんかね、ちょっと気持ち、ここら辺入ってきたような感じで、そうですね、内側だけになったかなっていう。わかりました。とてもわかりやすいね、これ。はい。ただちょっと写メ取れないんですよ。一人でこうやって。まあ、確かにね。難しいですよね。うん、まあ、本当は抗生出社した方がいいけど、するとこんだけ体重が落ちるんだったら、まあ、ちょっとお薬飲ませながら、そうなんですよね。で、できる範囲の肉欲をしていただきながら、はい、ちょっと見てってもらえます？そうやってコピーしてもらったの？はい、あ、これコピーして、まだあります。家にあります。20枚ぐらいあります。はい、じゃあ、これをすごい分かりやすいから、はい、うん、何日かに1回ぐらいこうやって印つけてください。はい、分かりました。何でもとりあえずいい方に向いてくれてるんだ。原因が分かりました。娘がメメじゃないかって言ってて、どうしてって言ったら、包丁時間一緒にやってるっていうんで、じゃあそれだ。包丁時間をじゃあずらしてもらうようにお願いします。今本人いないんで、大阪に研修行ってるんで、なるほどね。私が管理してるので大丈夫です。はい、分かりました。じゃあ、はい、皮膚のその、はい、あれはじゃあそのコピーのやつ使ってもらってね、はい、じゃあまた観察しながらお願いします。はいはい、分かりました。体重がこれで106からちょっとずつ上がっていくといいんですけどね。今一番最低ラインなんで、これから増えるかなっていう感じで、で今はひまわりちょっとたくさん応えてます。粉も振ってやってます。そうですね。そうしてください。はい、脂肪は多い方がいいですね。はい、はい、じゃあお薬をね、それぞれまたお作りしますね。はい、はい、お願いします。はい、すいません。